もがみ川のほとりなだらかな斜面にある道の駅と沢は、山形県最上郡と沢村にある国道47号の道の駅である。愛称は、桃神の里、高来館。桃神とは、道の駅海駅に際して、アイヌ語で、崖の意味がある、桃と盆地の意味がある、神を組み合わせて名付けられた造語で、最上地方という響きも持たせている。と沢村には、 韓国人妻が多く居住していることから、彼女たちが作る、戸沢流キムチの産品開発を行っており、その縁で韓国風の建物となっている。食堂や売店の品揃えも韓国を意識しており、韓国の歴史や文化についての紹介コーナー、民族資料館がある。また、当地は古来より地滑りの多発地域であり、これによる、 交通の遮断が多く起こっていた。国土交通省では長年にわたって地滑り対策工事を行い、裏山前山にわたって巨大な地滑り対策の痕跡を見ることができる。当駅ではこれにちなんだ地滑り関連の展示も行っている。2008年4月1日に高来館の運営者が戸沢村の第3セクター戸沢村産業振興公社から 最上川船下りを行っている民間会社最上京場所オライン観光に移管された山形戸沢の高来館船下り会社に運営委託河北新報ありがとうございます。